森さん、こんにちは。メッセージありがとうございます。あのね、中学の頃から追い続けてきた、ちょっと舌噛んじゃったっていうかね唇噛んじゃいましたねあのね、中学の頃から追い続けてきたそのジン・シモンズね、キスの、あれ A で買ってくれるとなるとかなり親近感ですよね。 CD もまた売れるんじゃないですか。まあ CD の時代じゃないかまあね、私としてはね、メガデスのデーブ・ムスティーンがエイダを買ったとかになってくるともっと熱狂なんですけどね、なんか時間が経つのは恐ろしいもんで、ジーン・シモンズなんて見た目一緒なんじゃないですか、未だに。でももういいね、ご老体ですよね中学の時初めて見たジーン・シモンズはなん世紀末の真似かと思ったけど、世紀末が真似かみたいなねまあそんなことがありましたけども、今こうやってね時間を過ごしてみると、エイダってものでなんかつながりがあったんだなと、重なったんだなと思ったらね、すごいな、30万ドルでしたっけ、3000万円分ぐらい買ったんでしょ、うん、いやよくね買ってくださいました、うん、あのプレセール組としてはジン・シモンズがプレセールの時に買ってくれればもっとね、いやよかったなと喜び共有できたなと思ったんですけども、もしかしたらプレセールでも買ったけども今回買いましたかもしれないですね。まあ枝今年本領発揮というか、今ね100円前後ですけども、これがね300円とか500円になっただけでもすごいですね。うん、A だってのはね、もうますますね、これからあの強化材料が積み増されていって最強の暗号通貨になると思いますね。まあビットコインと並ぶと言いますか、ビットコイン以上になるんではないかなっていうふうに現在のホワイトペーパーで私は感じてるんですけども、そのチャールズ・ホスキンソンさんもね、ビットコインをもう打ち負かして A だ一本になるんじゃないかみたいなこともね、考えさせるようなことを言われてましたね。私が勝手にね捉え違いしてるのかもしれませんけども、まあ発言としてはかなりビットコインに対しては冷たくエイダに対してあったかいというかね、まあそれはそうですね、今一番気合い入れてる仕事ですもんね。チャールズ・ホスキンソンさん、初めて出会ったのが29歳、チャールズ・ホスキンソンさんがねだったんですけども、あれからもう5年ぐらい経つのかな、6年かな、まあでもまだ30代ですからね、若いですよね。天才って若いですよね、本当。じゃあまた会いましょう。いってらっしゃい。